1月31日、晴れです。さあ、ドアが閉まります。お昼飯食べに行きます。時間は、はい、10時半ですね。このサブリナ、ド派手なサブリナで行きます。これ会社につけていけないんで、休みぐらいね。それと今日はね、福袋で入っていた、はい、ルイ・ヴィトンのカバン。カバンで行きます。これもね、恥ずかしいんで、会社につけていけないんで。ではでは、自転車で向かいます。会社に自転車置いて、じゃあ駅まで歩いてきます。焼肉食べ放題食べてんだよな。しゃぶしゃぶ毎日食べてるから、ちょっとね、駅の一人焼肉を見に行って、ダメだったらいつもしゃぶしゃぶ、昨日も食べたからもう飽きてきてるんですよね。はい、行こうと思います。そうちょっと紹介忘れましたけどね、このルイ・ヴィトンのバッグ、ルイ・ヴィトンのバッグね、どこかな、ルイ・ヴィトンのバッグ、福袋ね、福袋に入ってたね、福袋で、25% 還元で買ったんだけれども、で福袋だから当然ね、正規に比べて安いし、それがポイントもついて、で中古で売っちゃおうかなと思ったんですけど、子供っぽいだね。確かにね、お小遣いはね、なんか少しもらえるかもしれないけど、ね、自分で使うことにしました。これ正面が安藤忠雄さんの設計の、建物ですね。打ちっぱなしのね、綺麗だな。ちゃんと維持されてないとね、こういう打ちっぱなしの建物はね、ダメなんですよね。汚くなっちゃうね。はい、では、駅の方に向かおう。ビッグカメラ来ましたけど、50インチが5万円しない。これは55インチになるとちょっと2万円も、1万8000円。ね、これいいね、安い。さらに 10% 還元だって、岡山駅、桃太郎の後ろ姿で、新幹線のさくらがちょうど入ってる、8両編成、じゃあ、3鉄行ってみよう。あ、まだ準備中だね。ご飯おかわり無料、食べ放題じゃないんだ、食べ放題、一人焼肉セットなんだね。これは食べ放題じゃないですね。じゃあ夜ですね。あ、これ夜これ食べようかな。4月31日です。今日ね、最終日、ペイペイの 25% 関係。やっぱりね、イオンに来ちゃいました。おぉ、すごい。1階から、5階まで吹き抜け。今日も7階。やっぱり宮前だよね。行ってみよう。まだね、11時じゃない。11時5分前ですね。はい、じゃあ行きます。肉の宮間。しゃぶ食べ放題です。ペイペイで 25%。今日までです。に案内されました。じゃじゃん。で、時間が11時5分からですね。ここから70分です。
戦闘態勢が整いました。でご飯と漬物、ポン酢だれ薬膳入れました。でごまだれ、で卵溶きました。卵ね、安いです。で牛とこれ豚かな。で野菜、でドリンクはコーラ、カフェラテ、カルピスウォーター、なっちゃんオレンジ、それからコーヒーのホットカフェラテで、最初1杯目は必ずメロンソーダできます。では乾杯。じゃあまずね、ネギとかね、なかなかできないやつを作ります。すぐできそうもないね、人参とか、あとお豆腐なんかも見ましたね。であと、ネギですね。これうまいけどなかなかできない、あと少しちょっとすぐできそうなの少し混ぜて入れてます。でいきなりこっちできそう。来てるね。じゃあいっちゃうよ。いきなり壺丸ごと1枚分、はい、牛をいきました。これはね、すき焼きのタレ、だしの方ですね。これうまいんだよ。あ、まだ一挙にだからまだできてない。よく切ってズボー。はい、じゃあいただきます。こんな感じです。4枚目いきました。あ、下脂身多いな。はい、じゃあいくぜ。あ、凍ってるから昨日のだ。凍ってるぜ。早く頼んじゃうとこういうことになる。昨日の。しゃぶしゃぶ。じゃあいきます。あ、これは凍ってない。取りづらいんだよな、薄いから。えい。こんな感じ。グツグツと。すき焼き。はい、じゃあいただきます。で、5枚目、6枚目。ちょっと脂身少ないの、すごい赤身が多いね。で、タレね、新しく準備してもらいました。で、ドリンクも、アイスカフェラテにしてます。では。あ、これはいい。取りやすい。しゃぶしゃぶ。これ今日になったな。さっきまで昨日になった。あ、ちょっと赤い。はい、じゃあいただきます。いただきます。です。いきます。6枚目。おぉ、まとめできた。6枚目。しゃぶしゃぶ。すき焼きのタレで、すごっ。いただきます。1枚目です。少しね、霜が入ってきて、霜降りになってきますね。で、だしを足してもらいました。これが、なんだ、これがね、あれです。昆布だし、これが、すき焼きだしですね。はい。沸騰するの待ちます。これいつもの限界値。どうかな。限界値ですね。こちら。いつもの限界値にしてます。で、ごまだれ、大丈夫かな。ごまだれでいただきます。1枚だけ食べました。もうね、多分限界値ですね。はい、これを、入れます。限界値。限界値です。9枚目。昨日11枚食べたら奇跡なんだな。うん、きついっす。じゃあいただきます。ソフトクリーム2個取ってきました。チョコかけてます。それと、オレンジフローズンですね。
あとアイス、あのカフェラテ、ホットカフェラテで、フィニッシュにします。超美味しかった。毎日食べてしまう。休みだと。はい、じゃあ、あれ、隣もすごいな。うなぎ。これすごい。かば焼き定食。はい、毎日2個食ったらしゃぶしゃぶ臭くなってる。ジャンバーが。じゃあ帰ろう。